思うんですけど、まず最初熊本県のシンボルの熊本城のポーズを作りたいと思います。さあ、復興に向かって一生懸命頑張っている熊本城です。ぜひ皆様にかっこいい天守閣を見ていただこうと思っておりますので、皆さんもしっかり、体操では頭の上で三角形を作ってください。こんな感じです。フィードよいしょ。はい、大人の皆さんも作ってくださいね。はい、しっかり作って、熊本城のポーズです。熊本が今チェックマシンに行ってますよ。はい、やってて、もうちょっとね、そうしっかりね、ポイントとしては三角形のお屋根を作ることと、膝を曲げることでですね、武者返しというね、石垣を作ります。どうだった、昨日もお友達とね、武者がバッチリだった。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、ありがとう。はい、じゃない、熊本、はい、じゃない、熊本、熊本の熊本城はどうしたの？上手にできたから、僕はやらないもんとか、いいです、いいです、いいです。そんなこと言わないで、熊本体操っていうのが皆さんも見たいですよね、熊本体操。ありがとうございますよ。はい、ね、そう、今日も大好きになってもらうでしょうね、頑張るね。はい、じゃあ行きましょう。頭の上で三角形を作って、大きなお屋根を表現します。熊本城のポーズ、熊本城。ありがとうございます。やや笑いでしたね。ありがとうございます。そうです。熊本、落ち込まないでください。熊本でご覧の通りですね、お手手がちょっとばっかし短いために頭の上まで届くことはできません。ただ皆様、予備情報として教えておきます。熊本は子供です。子供です。もしかしたら発育によって少し伸びるかもしれませんので、そんな希望も込めて、今日は熊本は頭の上で作りましょうね。はい、なので皆さんは熊本の運まで頭の上でしっかり作っていただければと思います。熊本城のポーズ、よいしょ。はい、しっかり作ってください。ありがとうございます。反対の方にもね、はい、ちょこちょこ取ってあげてくださいね。ありがとうございます。